はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は連敗、そして試行錯誤、公明はあるのかということで、今回、琉球隊北九州のマッチプレ,イレビューか、レビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、連敗勝つことがこの試合も、 できませんでした、ギラバンツ北九州とねいうことで、まあ、試行錯誤をねしている感じは、えー、するんですけどもなかなかね前向きな変化が、えー、ないというのは現状ではあるんですけれども、まあ、今後、ね、田坂監督自体がですけどもね、まあ、そんなね何もしない監督じゃなくて変化を、えー、加える監督ではありますんで今後のこう田坂監督の、まあ、変化に期待していくしかないのかという話にも今回していこうと思ってます最後によろしくお願いいたしますと。 いうことでこちら。 琉球、北九州2-0ということで琉球が勝利ですね、まあ、この試合北九州も琉球も変化加えてきましたね、まあ、琉球は4人ぐらいですかねメンバーと立ち位置変更を含めたらですけどもねありましたねで北九州の方は最終ラインの面通が変わりましたね右サイドバックこれまで、ね、坂本選手が主に右サイドバックは務、えー、めていて、ね、この坂本選手のドリブルとかクロスから何本かチャンスはこれまであったんですけどその坂本選手をセンターバックに えー、回して、ね、それこそ、ね、昨年までずっと経験がただ選手を右サイドバックに、えー、置くという采配を見せましたで他は変更がなかったギラバン北九州のメンツには、えー、なりますんで、まあ、本当ね北九州からしたらなかなかセンターバックのところは人材なんということなんで、まあ、こういうふうにメンバー変えつつとか、ね、最小限の変更にとど、えー、めるしかないというのは現状なのでちょっと厳しい夏場の補強があるかどうかかなってのは正直、ね、感じますけどもね、まあ、だから本当、えー、試行錯誤 がついておりますねでコーナーキックのところは、ね、本当柳選手の、えー、うまさあそこ入ってくるタイミングもそうなんですけどもね、えー、そこで勝ったのはやっぱ柳選手、まあ、琉球の方かなっていうのは感じましたでやっぱこの試合に関してですけどもね北九州も何本もねこれチャンスシーンあったんですよね何本かチャンスシーンあったんだけれども決めきることが、えー、できなかった、まあ、ちょっとピッチコンディションとか、まあ、気候の問題もあってですけどもね大体いいこういう荒れた試合荒れた天候か荒れた天候のゲームという いうのはやっぱりホームチームの方がどうしても有利に働くんですよね、まあ、そういう、ね、ピッチコンディションもあったと思うんですけども、もしかし、十分こう戦うことはできたんじゃなかろうかという前向きな評価を僕は一部ではしておりますけどもねで、ただしということで、まあ、コミュニケーション不足の2失点目、ですね北九州の選手とゴールキーパー、加藤選手の、まあ、譲り合いっちゃ譲り合いなんだけども、でまあ、加藤選手はあれ、触ってはいるんだけどもと。 いうことでもあれはファールじゃなかろうということ、まあ、ギリギリファールじゃないんでしょうけども、っていうのがあるんで、まあ、コミュニケーション不足、あそこはまあゴールキーパー加藤選手に、えー、任せるんじゃなくて、もうね、北九州の選手がクリアしてよかったんじゃないかと思うんですけど、そういうシーンですね、あそこに関してはですけどもね、で、えー、それをそれらが経験豊富な安倍選手がまあ決めということなんで、まあ、安倍選手、やっぱ分かってますよね、こう得点の匂いが、えー、吸うところに顔出すとかね。 まあしかしね、ねあれ2失点目だったんですよね、やっぱサッカーってね2点取られてしまうと勝利することって難しくなります、まあ、どうしてもやっぱり、まあ、サッカーって何が起きるからわからんよとか、まあ、一番怖いのは2ゼ0って言うじゃんって言うかもしれませんけども、もただ、うん、やっぱりね、うん、やっぱり2点取られると勝つのは難しいです、サッカーというのはですけど、もねでその勝ちへの確率をガクッと下げたのが自らの、まあ、ミスというか、ですけどもねうん自分たちで防げた失点っていうのは、やっぱりそこは反省点かな。本当自らね勝利へ のえー、この可能性を避けてしまう2 0点目をミスから与えていますのでそこは本当反省点で、えー、厳しい評価かなと僕は思うんですけどもねで、えー、その他まあサイドバックの立ち位置とか修正がありました本当細かいところですけれどもね、まあ、これまでは右肩上がりですよね、えー、右肩上がりの可変をしていってサイドバック反対サイドの乾選手も上がっていくみたいな、えー、プレーが多かったんで、まあ、両肩上がりって言い方が、えー、これまでは正しかったんでしょうけれどもこの試合はバランスよく上がってますした、ね、こ両肩 なりすぎずね乾選手もちょっとボランチ見たら1位ですよね、まあ、右でボール作ってる時るを少し中で絞って、まあ、偽サイドバックというか、ね、ボランチの位置でボールさばくみたいなシーンも何回かあったんで。 そういうのもあるんで若干立ち位置の変更は、まあ、良い意味でですけれどもね、まあ、これまでほんと両肩上がりに、えー、なりすぎていたサイドバック立ち位置のところをうまいこと修正は、えー、加えているんでこれはまあ良い変化を、ね、今後期待したいところですよねこれが良い変化に、えー、繋がればいいかなっていうのを感じましたけどもねで途中でも言いましたけど決定機は北九州も、えー、多く作っているんですあとは誰がどう決めるかという問題でしょうしでその問題を放置するような監督じゃ田坂、えー、監督はありませんで、でなんて言うんてうすかか、ね、やっぱ監督とか指導者 中では、その問題放置していいのかっていうの結構ね、えー、放置する監督ってやっぱりいるんですよね、で、まあ、気づけば勝ち点こぼして、手遅れな状態で修正が入ってみたいな感じの監督も、えー、いるんですけれどもね、しかし今、多数の監督ほど経験がある監督であれば、僕がこうね分かる、僕でも分かるような問題点というのを放置するわけではないと思いますんで、そこは今後期待していこうと思ってますけどもね。はい ということで、以上になりますね。以上、パラボンテジルサッカーチャンネルのつつんでしたよかったらチャンネルつけます。その。